ジョン・ラムトンは、イギリスの政治家、軍人、貴族、ホイック等、急進派の政治家として知られる。1792年4月12日、庶民院議員ウィリアム・ヘンリー・ラムトンとその妻ンの長男として、ロンドンに生まれた。ラムトン家は12世紀以来イングランド北部に居住する、地主で、王室とも登園にあたる。その所有地の石炭鉱山から、 莫大な収入を得る富豪だった。彼の父を含めて、彼の一族は、急進的な政治的立場を取る者が多かった。家庭教師の教育を受けた後、1805年から4年に、渡って、イートン校に在学した。大学に進学せず、第10景気兵連隊に入隊して、陸軍軍人となったが、1812年には、初代チャムリー公爵。 ジョージ・チャムリーの娘ハリエットと彼女の父の意思に反して駆け落ち結婚し軍を離れた。1813年9月にはカウンティ・ダラム選挙区から選出されて求心的保育と称する立場の庶民議員となった。1814年にはフリーメイソンのグランビーロ氏の124のメンバーとなる。最初の妻と死別した後の1816年12月に ホイック第二代、グレー伯爵チャールズ・グレーの娘、ルイーザを5歳に迎えた。1821年4月には三年制議会、保種に選挙権を認める、腐敗選挙区を削減することなどを柱とする、選挙法改正法案を議会に提出した。可決しなかったものの、これにより、中3階級の急進派の支持を集めた。1828年1月29日に、 連合王国貴族、カウンティパラティン・オブ・ダラムにおける、シテ・オブ・ダラム及びラムトン・キャッスルのダラム男爵に、助せられ、貴族院議員に列した。貴族となった後も彼は、旧神派としての立場を崩さず、旧神貴族と呼ばれた。労働者層への接近も図り、労働者に向けた演説の中で、私の持つすべてを諸君に委ねる。私の命、名誉、財産は、 諸君の手中で私自身の手中にあるのと同じに安全たるを確信する。私は知っている。貴族のアーミンケ川のローブの下と同じく、職工の素やの仕事ジャケットの下にも健全な精神、真の同義心、真の独立心が宿るということをと公言して、はばからなかった。1830年11月に発足した保育党政権のグレー伯爵内閣には、 王事証書として入閣。また、数密顧問官に列した。1832年の第一次選挙法改正では、法案を起草した4人委員会の一人となった。4人委員会の中では、ダラム男爵が、求心的に、ダンカノン死爵とグラハムが、保守的に振る舞うことが期待されていた。ダラム男爵は、委員会の討論において、 秘密投票制の導入と3年制議会の導入、そして選挙権は年価値10ポンド以上の家屋の古種に認めるべきことを主張したが、委員会内の議論やその後の内閣の議論、国王ウィリアム4世の意見などで修正されていった。結局第一次選挙違法改正では、10ポンド古種案は採用されたものの、7年制議会は維持され、秘密投票制も却下された。 ダラム男爵は、この選挙法改正をあくまで、第一歩と捉えていたのに対し、他の保育党幹部は選挙改革はこれで終了であり、さらに実際の選挙の際には、新選挙法の影響ができる限り小さくしようとしていた。そのため、ダラム男爵は、保育党幹部の中で浮くようになった。義父グレー白尺との関係も悪くなり、1833年3月には、 保育政権から離れた。この辞職の際に連合王国貴族、ダラム伯爵くらいとラムトンコ爵位を与えられた。1835年4月に成立した保育党政権の第二代メルバーン主爵、ウィリアム・ラムの第二次内閣には保育幹部の強い反発を受けて入閣できなかった。これにより彼が保育党を率いて首相となる目はなくなった。代わりに、 首相メルバーン施爵はダラム伯に駐ロシア大使の地位を与えた。ついで1838年1月から12月までカナダ総督を務めた。不妊前にカナダで起きた責任政府受立要求の訴えについて彼は総督在任中に本国政府に対して カナダ史上極めて重要なダラム報告を行っている。1840年7月28日にワイト島、カウズで死去した。1812年に初代チャムリー公爵、ジョージ・チャムリーの娘ハリエットと結婚。彼女との間に以下の参上を設けた。1816年に第二代グレー伯爵チャールズ・グレーの娘ルイーザと再婚。彼女との間に以下の五子を設けた。 ダラム報告は、責任政府受立の提言、カナダの英文会の同化の必要性のほか、責任政府は総督でなく、植民地議会に責任を負うべき旨を示唆しており、現在のカナダの国体の原型となったもの。ありがとうございます。